はい、皆さんこんにちは。絵描きの斉藤悟です、本日はですね、滋賀県のお花屋さん、花屋さんのその中にあるサロンに、設置していただく襖絵を描かせていただいてます。で、襖なのでですね、ここにあの襖の黒い、手を取ってこう引く場所がね、まだ設置されてないんですけど、納品してからここにカポッてはめてね、ちゃんとした襖になります。その絵の仕上げをね、しながらちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。結構ね、気楽な感じでお話をしながら描かせていただきます。で、絵を描きながら喋るとなんか集中してないようにね思う人いるかもしれませんが、もう手はですね、自動的に描くぐらい、日々絵を描き続けているのでね、なので、安心してね、聞いていただけたらと思います。ちょっと画面で見えるかどうか分かりませんが、今描いているのは鳳凰でございまして、ちょっとね、拡大してみたらね、またよく見えると思いますが、鳳凰と花を、いっぱい描かせていただいております。花屋さんなのでね。そして、この鳳凰の手前でですね、こんなになって、写真を撮るとですね、両方に羽が広がっているように、後で正面写真をね、載せさせていただきたいと思いますけど、正面に立つとちょうどね、左右に羽がですね、広がっているような、そんな、絵になっております。で、なぜ鳳凰を描いたかということなのですが、鳳凰というものは縁起のいい、霊獣ね、霊体的な神様的な、存在ということで霊獣というんですけど、その縁起のいい霊獣として鳳凰を描いております。古来ですね、中国などでは鳳凰の形の雲が出ただけでその日はお祭りだったみたいなね、あの雲の形が鳳凰の形してるよねってね、そういう雲が出ただけでお祭りになるぐらい、鳳凰というものをね、とても大切にしていたそうです。で、じゃあその鳳凰ってじゃあそもそもどんな、存在かっていうことなんですけど、どういう伝説があるかってことなんですが、鳳凰はですね、2体で一対の、鳥です。鳳という鳥と凰という鳥が2つ合わさって1つの、鳥になっています。鳥というかね、神様になっています。で、2体で一対ということで、パートナーシップのシンボルでもあるんですね。パートナーシップのシンボル、私がですね、よく書かせていただいている竜、ドラゴンですね、ドラゴンというのは竜、辰年の辰ですね。その竜というものは9つの生物の集合体、竜は9つの生物の集合体で、角が鹿とか耳が、牛とか目がウサギとかいろいろあるんですけど、9つの生物の集合体で、竜というものは個性豊かな者たちが個性を否定することなく仲良くした時にすごい力が出るんだよということで竜なのですが、ちょっとね、雑な表現で申し訳ないんですけど、竜というのは9つの生物で成り立ってるから、スポーツで言うならば野球のナインね、野球でいうその9人で1チームみたいなナインなんですね。それはもう全然なんだかな、個性がいろいろ違っていいわけですね。キャッチャーみたいな人もいれば、ピッチャーみたいな人もいたり、外野手もいたり、足が速い人がいたりとかっていう形で、9つの生物で個性豊かな人たちが、個性を否定することなく仲良くした時に竜のエネルギーになる。で、そしてそれに対して鳳凰というものは2体で1対なので、言うならばなんかテニスのダブルスみたいな感じでしょうかね。野球が竜ならば、このテニスが鳳凰、テニスじゃなくてもいいんですけど、ペアですね、パートナーシップ、鳳凰はその何とかね、スポーツで例えるのは本当神様に対してスポーツで例えるのは申し訳ないんですけど、イメージとしてね、イメージとして言ったら、テニスみたいな、テニスだけじゃなくても卓球でも何でもいいんですけど、
ペアでやる、そんな感じでパートナーシップのシンボルでございます。そのパートナーシップはじゃあどうやったら良きパートナーシップが築けるかということなんですけど、この鳳凰の元になっているのが、先ほども言ったように鳳と凰って言って2体で1対なんですけど、その鳳と凰というものはどんな生物かというかね、どんな伝説があるかと言いますと、もともとね、その2つがものすごい未熟なんですね。体が弱い、鳳も凰も体が弱いし、なんかね、結構弱点だらけなんですね。なんか水しか飲めないとかね、食べ物が食べれないとか、なんか結構体が弱いんですが、この2つ合わさることによって、鳳と凰が力を合わせて2体で1対になることによって不死鳥になるわけですね。要は体が弱い弱い鳥から2体で1対になることによって不死鳥になる。で、この時に大事なのは、ね、力が強い者同士が、手と手を合わせて、ね、100パワーと100パワーでね、200パワーとかそういうのではなくて、お互いが未熟者同士が、未熟を認め合う。未熟者同士が未熟を認め合う。という、それがなんかポイントだそうですね。鳳と凰というものも、その鳥ももともとはすごい未熟。で、未熟者同士が未熟を認め合いながら、力を合わすことが大事だそうです。これは、まあ、仕事でも男女でも、ね、まあ、スポーツでもそうなんですけど、いろいろなパートナーシップで、重要なことかなと思うんですが、まず大事なことは完璧主義にならないで、お互いがその未熟を認め合いながら、ね、サポートし合いながら、ね、未熟なところを、ああそういうこともあるよねって言って、じゃあお互い気をつけていこうかってことで、未熟を認め合いながら成長していくっていう、そういうシンボルだそうですね。なんでね、この鳳を書いて、ね、飾らせていただく、そんなお花屋さんに来てくださる人も、なんかね、まあ、成人式とか、まあ、またなんですかね、婚礼の時とかね、婚礼って言い方も変ですかね、ちょっと年齢なんか時代を感じさせちゃう言い方なんですけど、まあ結婚の時とかそういう時にこうやってね、パートナーシップの大切さ、それはすごい人間にならなきゃってね、肩肘張ることではなくて、お互いの未熟を認め合う。あ、これが大切なんだなっていうのをね、まあこの絵だけではなくて、鳳凰とか、そのパートナーシップを考えるときに、ちょっと思い出していただけたらなというふうに思っております。で、お花屋さんなので、まあ、ユリとか、こちらはボタンですね。ボタン。で、まあ、桜とかね、バラとかを描かせていただいております。まあ、他にもいろいろなね、花を、描いておりますが、まあ、このね、絵を見てくださる方が、なんかね、こう、人間関係の中で、完璧主義にならずに、お互いの未熟さを、まあ、認め合いながらね、もちろんそれはいろいろ言いたい時もあるだろうけど、ね、お互いなんかちょっと言い過ぎちゃった時も、ね、ああ言い過ぎちゃってごめんね、まあ私もできないけど、まあお互い気をつけていこうねみたいな形で、お互いの未熟さを認め合いながら、成長していくって、そういうのは結構いいことかなというふうに思います。こうやってね、見てくださる人の、幸せを祈りながらね、精一杯書かせていただいております。はい、まあ、まだまだね、ちょっと色を足していきますが、こんな感じで、また仕上がったものをね、どっかで、画像とか Facebook とか、ホームページとかでも紹介させていただきたいと思います。お話聞いてくださりありがとうございます。